どうも、スバタです。今日はね、誰にでも簡単にできるバストアップのね、方法をね、紹介しようと思います。はい。で、用意するものは、この下水クリーナー。まあ、通称スッポン。うん。これをね、100均で、まあ1個100円で売ってるから2個買ってきてください。あと、これも100均で買ったんだけど、サッカーボール2個。ね、ちっこいやつね。こんくらい。ね。うん。あとは、まあこれ何でもいいんだけど、まあ、ビックリマンシール、とりあえず。あ、ビックリマンシール2枚ね。うん。はい。まず最初にね、ビックリマンシールをね、このように乳首に貼ります。はい。なんでかっていうと、はじめ社長は許されても、僕は許されないからです。はい。続きましては、先ほど紹介したこのスッポンをね、思いっきり胸につけます。そしたらですね、この状態で3分ほど待ちます。ほーら、すごいでしょ？たったの3分で、ワンピースの女性キャラに出てきそうな胸よ。みんなもやってみて。じゃ、スバタでした。シュッ。